34歳ぐらいから書き始めて、ずっと落ちまくったっていう落ちまくったっていちいち言うの前ですけど、こうずっと書き続けたなんかエネルギーの理由みたいなのが何かありますか？34歳で、まあ、最初、まあ、価値の方にも足らない作品だったので、それが原稿用紙に350枚ぐらいだったんですね、400枚。で、ただ、そのキャベツは、作品的にはもう、作品と呼べないものだったんですが、うん、原稿用紙に350枚つけたっていうことが一つの、まあ、新ってことじゃないですけど、ああ、書けるんだなっていう一つの、まあ、経験になりましたので、なるほど。で、市民からも、まあ、長編覚悟ということで、書くことが苦にはならなくなった。やっぱ長編を書き上げられるっていうのが大切ですよね。はい、その時に本当にそう思いました。はい。